有田町赤江町に来ております。今回はこちらに昨年11月に新しくオープンされた焼き物屋さん、鳥の家をご紹介していきます。冷えこば橋を渡ってすぐ、鳥の家は昨年の秋の有田陶磁器祭りの頃から週末を中心にお店を開けています。営んでいるのは福岡県在住の陶芸家福重栄一郎さんと会社経営者の伊佐さんご夫妻です。この内山通りに新しい焼き物屋さんができたということで非常にワクワクしてるんですけれども、そもそもこちらどういった経緯でできたお店になるんでしょうか。私の方が今福岡の方で、半導体や金属を海外から輸入して日本国内に販売している仕事をしているんですけれども、今度は日本のいいものを海外に出していきたいというところで、ちょうど夫が陶芸家なもので、夫と協力して、いいものを今度世界に向けて販売していきたいということでこの事業を始めました。でその鳥の家って非常に可愛らしい名前でスタートしたこちらなんですけれども、もともとこの有田ともつながりは終わりだったんですか。そうですね、母はまずハサミの出身で、もうハサミ有田なんていうのはもう本当につながりがあるもんです。だからもう親戚だらけです、有田にも。4年前に亡くなったんです。で、母は鳥の家という屋号で、なぜ鳥の家かというと、鳥の焼き物を主に特に初期はやってて、それこそ鳥の福重って言われたようなところがあったんですけれども、それで今回妻が僕の焼き物を海外に輸出するというのと同時に、母のブランドをリバイバルして、それを制作していこうっていうふうなことをしてくれたんですよね。で、今回このように有田のところご縁があってここに店を開いたっていうふうなことになりました。はい。福重さんのお母さんが生前手掛けた焼き物、それをもとにリバイバルした新たな製品、そして栄一郎さんの作品という3つのブランドが一つ屋根の下に収まっているのがここ鳥の家です。お母さんがこの生前残されたものも生かしつつの作品作りだと思うんですけれど、具体的にどんなものが鳥の家としてありますか。先ほど申し上げたように、鳥の福祉と言われてたものだから、すごく鳥の箸置きとかオブジェとか、そういったものがすごく残って、型が残ってたんですよ。はい。それでその型をさあどうしようかなっていう時に、それこそ妻がリバイバルということで、それを生かしてまた箸置きとかもうそのまま、確かにもうそのままに再現したものもあるし、僕らなりに新しいアレンジを加えたものもあります。そしてこちらのようにたたら打ち、土を平たくして型に打ち付けてですね、そしてそれに絵付けをするっていう技法も、母は絵付けがすごくこう特色のあった人間なので、それをその図案を残して図案を元にしてまたリバイバルさせていただいてます。お母さんの味をこう再現するっていう作品ってことですけれども、絵付けっていうのはどういった方々でされてるんですか。うちのですね、スタッフと私が、佐賀県養魚技術センターさんの方で、研修を受けまして、古いその母の、写真とかですね、現物から再現して絵付けをしてます。で、その有田の染め付けなんですけど、それと融合させて、古いものと新しいものを融合させて、また新しい商品として作り出してます。独自の進化をした絵付けってことですよね。そうですね。そしてもう一つのブランド、栄一郎青磁ということで、またガラリと作風が変わるんですけれども、こちらどういった作品普段作られてるんでしょうか。焼き物のうちに生まれてはいるんですけども、勉強は僕彫刻だったんですよ。で目指すところも今も彫刻、次期彫刻家っていう形で僕一応名刺にも書いてあるんですけれども、絵付けとかはしないんですよね。彫刻的造形を特色としてアピールできたらなと思っているところですね。本当に見たことないような形なんですけれども、はい、これお花とかっていうのは、型で作られてるんですか。大まかなところは型です。でその後に、一つ一つ細工をしていくということですね。本当もうそれこそ一つ一つ
部品をね、一つ一つ作ってるつけてるんですよね。まあ、その作業自体は非常にこう苦労のかかるものではあります。まあ、ある程度それからプロダクト的なものももちろん作るんですけれども、それに関してもそれを再現が高い次元で行われるようにすごく意識はしています。はい。ちなみにこの丸いですね、はい、この蓋物だと思うんですけど、はい、これ何なんですかね。ですね、もちろん美術工芸品としてめでていただきたいんですけども、最終的にはそれこそお骨壺、骨壺なんですか、はい、自らで選んでいただく、生前準備のお骨壺として提案しています。彫刻のお仕事って基本的には墓作りって分からない、明治ティービオとかピラミッドからそうじゃないですか。で、焼き物の素材で作る骨壺だから、僕にとってはちょっと一つの役割だったのかもしれないっていうようなところはあったんですよね。もうちょっと運命づいたものがあったんですね。ちょっと僕はそう思ってます、はい、はい。内山地区に新しく加わった焼き物屋さん、鳥の家。亡くなったお母さんとの縁もあって、出店を喜ぶ人もいたそうです。やっぱりその福重の息子が来たってことで明らかに喜んでいただいてる感じはあるので、それでまあ皆さんすごく感じがよく協力してくれるところは ありがたいところです。まあ皆さんに知ってもらうために、まあちょっと角打ちみたいなバーでもしようかななんて。この場所で、はい、そうそこのカウンターでね。いいですね。ちょっとまあプロの店ってわけじゃないけど、皆さんとちょっと知り合えるような場を作りたいなと思ってます、はい、ちなみにお客さんもいろいろいらしてると思いますけれども、反応などいかがですか。ですね、前を通られる方で韓国の方、インバウンドの方がいらっしゃいまして、ですごく好評でお箸置きをご購入いただいたので、またそれもすごいご好評だったので、アジアに向けて今度やっぱり発信していきたいというところで考えてます。鳥の家、どういうふうに続けていきたいと思われてますか。はい、まず今年の陶器市は僕らにとって初めての経験ですので、まあ、もちろん昔は母の店で出したことがあるんですが、人の多さはもうちょっと覚悟して挑みたいと思います。で、まあ、老後というかここで住むことができたらな、あるいは作陶もできたらなと思っていると思います。まあ、2人でですね。これからのですね、有田暮らし、そして作陶活動が幸せになることをお祈りしております。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。